なんか収納されるの圧縮されちゃうの。いいのスクロールだけこんな重装備で。ここでいいっすか自分。日本人だから空気読んで、ここに入りますよ。上座下座とかないのかこれ。あのまま死んじゃうの。いや、結構しぶといでしょ言うて。20分が限度。予備弾庫使ってもプラス5分がいいところ。残念だが運命と思うしかないだろ。あ、やべやべ。操作もおぼつかなくなってきて。エローネ、お願いだ。俺は自分でこんなに考えて何かをしたいと思ったこと初めてなんだ。てんてん。俺をリノベアに。もうこれ後でめちゃくちゃいじられるんだろうな。そんだけ言うんなら。スコールすごく頑張ってたよ。何とは言わないけど。プププ。なんですか。制御装置が。このまま直下型で行く感じ。でこれリノベが救ってどうこうなる問題なの、こうやって。あいつが全部仕組んでるの。あいつが魔女さえ解放しなきゃ。本当に微対値だった。あと0コンマの世界だった。完全にすごい、ね、クレーン射撃の世界だった。ヒロミの世界だった。そこは転送された先はヒロミだった。刑務所に戻ってアーバイン・キニアス。え、リノアベガ、これいつだ。あんたの親父さんの命令なんだよ。このままデリングシティへ戻るよ。え、いつこれ。いて、何すんだよ。え、あれか、基地行ってる時の話。これ見たことない過去なんですけど。もう改変されてる。戻ってみんなを助けるの。あのこれは見たことない。やっぱセルフィーたちと別れて何かをしたようなしてないような曖昧な記憶が続く。大丈夫だよ、みんなその気になれば自力で脱出するって。そんなのわからないわ。スコールなんて命令されてないからとか言ってずっとあそこにいるのかもしれない。そんなのダメよ。だから助けに戻るの。近づくでもいいからね。らんねえじゃん。でもリナーベガも結構武力強そうだよ。だってあの、なんだっけ、軍務教みたいなやつのとこで育てられてから。なんだこのドタバタコメディ。いでででで。はためいてる、はためいてる。リナーベガの尻尾は。あ、これでバックして、すごいな。運転技術か、俺。ワイスピすぎ。わかったわかったってば。タンク2つ積んでるし、それっぽさある。みんなでワイスピ見たいな。もう車内何流してんのこれ。コナン、名探偵コナン流してんのこれ。いいね、校外学習の帰りみたいに。ドラえもんと名探偵コナンでな、投票すんだよね。スコーンの指輪どこで買ったかなんて知らないな。同じのが欲しいんだ。あれかっこいいもんね。ズバズバ行くなこいつ。なんかモンスターみたいなの掘ってあるだろ。そうそう、やばい。よ、俺が同じの作ってやるよ。じゃあよし、こう見えて手先は器用な。悪用しないでくれ、その技術絶対に。もうこれも悪用だけど立派な。ほんと？やったー！もう狂気的だけどな、ここだけ見たら。スクールに本物見せてもらおうぜ。型と俺は紙粘土で。それはダメ。どうして？恥ずかしいじゃない。こんな、後々バレる、こんな犯罪まがいのことしてるやつが、羞恥心なんて抱えてんじゃねえよ、お前。恋愛をどれだけ羞恥心を捨てきれるかの世界なんだ。捨てきれたやつこそが恋愛の真髄を味わった挙句楽しめる。そうやって娯楽として昇華させてたの。恋愛になってね、もともとはね、執着なんですよ。執着の慣れの果てが恋愛なり。なんでね、じゃあその執着をね、恋愛と呼んでね、世の中がね、もてはやしていけるかっていうですね、その人間が切っても切れないのです。執着心というものをですね、その当事者たちはね、捨て切ってですね、欲望に染まり切ってるっていう、その、ごめん、スコール、もう一度やってみる。いや、ただスコールのことを愛しているという光景だけが広がって、スコールの自己肯定感爆上がり、ツイッターのアカウント消しました。そしてインスタだけ、インスタ一本に絞って、スコールはどんどん世の中に置いてかれてって、ミームの一つも知らないまま、ニコニコ動画を開いて、そしてその他、その他ジャンルをですね、見ていくわけ、毎日。毎日その他のランキング、なんですか、何が起きたのこれ。これ目撃したとこじゃないのよ、この韓流の。リノアベが。キスしていたのか、胸ぐらに何かを忍ばしていたのか。これですよ、因縁の相手。スコールからしたら、語彙型機のスコール。違う、誰戦い合うな。これはリノベガじゃない。忠実なる魔女の騎士サイファーよ。魔女は生きている。魔女は希望する。アルティミシア、未来の魔女がリノベガの中にイデアから移ってきた。リノベガとか、やっぱアルティミシアが転移していた。海底に眠ると伝えられし、ルナティックパンドラを探し出せ。さすれば魔女は再びお前に夢を見せるだろう。いや、スコールと一緒にいたらもう夢のその先へ行けるのに、サイファー君ってばすぐそそのかされちゃって。仰せの通りに、アルティミシア様。これはさすがに従順な騎士なのかもしれない。もう認めるしかない。スコール、怖いよー。リラーベガー。
ここで伏線が急に回収されたってわけで。よかったじゃない。誰だ、出ていけー。アルティミシアさんもやっぱ角タイプなんだな。魔女って絶対に両耳の上部に角がついてる。これを参考に魔女狩りをもっと徹底していった。くしゃみ、世界再生の時、リノアベガ。あーやばい、酷使しすぎた。エローネ大統領にしばかれる。このままで大丈夫ですか。リノアベガに何が起こったのか分かった。過去は変えられた。一瞬の出来はダメだった。どうしたらいい。今を変えるんだろ。今同じだった。スコール子供の頃と同じ目したね。子犬みたいな、すがるような目。忘れた。それでいいわ。大切なのは今だから。私もやっと分かった。ようやくか。夢見心地だったんかな、ずっと。俺にできるのは今あそこにいるリノアベガを助けることだけなんだな。リノアベガを安心させてあげなさい。きっと心は通じるから。行くわよスコール。限りなく今に近い過去へ、未来に一番近い今へ。明日にきらめけ、夢にときめけスコール。腕が骨折してるのに試合に出ろ。それがど根性、それがロマン、それが感動。生命維持装置残量15秒。リノアベガさんがですか。あえて言うてしぶといから、さっき酸素カプセルで酸素吸っといたから。私生きられるのかしら。スターウォーズみたいになってきた画面が。大丈夫これ。どうやって、下から上に向かって、ちょっと広めから狭めに、下から上にだけじゃないの、狭いから広いから狭いに、こうどん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 縮小されてて、自分ではどうすることもできない。まあこっからよ、スコールトン。ただののろけ階層だったね、今見たら。ただ流されるまま。どこにいる？お、下のやつ？なんか下になんかくっついてんな。自分だけではどうにもならない。綿ゴミみたいなのが浮いてる。残量ゼロ。これ私のパソコンのゴミじゃないよな、これ。さっき掃除したのにな、ティッシュで。違うよな。あ、これやっぱリノアベガだ。あんま削っても触れない。生きられる？いや、しぶとさの問題。ここは生命力の問題になってくる。精神的、身体的な。私、まだ、スコールに、てんてんてんじゃない。読んだ。生きられない。お父さんとお母さんの顔が浮かんでいるのか、またはスコールの顔が浮かんでいるのか。このまま。最後に誰がリノア・ベガのね、名前を呼ぶかっていうレース。私、このまま、もうダメなのね。いや、まだだ。維持機能、完全停止。死の後に点ついてる。だから予備電源みたいなのがこれ作動されるんじゃない ?30 秒くらいみたいな話だったじゃん。もうダメ。利用されるだけ利用されて宇宙にほっぽられるだなんて。ラスボスと同じ末路。もう。やっぱな、酸欠で死ぬの一番嫌だよな。ダメだ。ほんと薄くなってって。宇宙をさまよってって。死体が、人の死体諦めちゃダメだ。諦めんなよ。え、もしかしてやれるやれる。私はこのまま宇宙の塵となって。ゴミを宇宙に放出するっていうのは一つ手としてあれかもしれない。ダメだ、リノアベガ。リノアベガがゴミって話じゃなくて、産業廃棄物とかの話、ね、私の中。リノアベガ、お、やっぱ近づいてきた。この先にスコールがいて、上からリノアベガをこう携えたまま下にこう滑ってってエンディング。私のプランでよろしいですね、スクエニさん。この時どうすりゃいいんだよ。上げてみようかな、BGM。堪能してみよう、リノアベガの宇宙飛行。あれ、これ私が操作するとかじゃないよな。いつだって突然操作権が私に移ってくんだよ、FF8。 うわ、びっくりした。音下げよう。息だけボイスついてた。リノアベガ、思い出せ。酸欠状態の時って幻覚見やすいんじゃない。最後はあの美しく死ねる可能性はある。でも唇青白くなってる、やっぱり。思い出せ。あ、これで未来の魔女の力使ったりするのかもしれない。急に。ありそう。アリソン・フォード。何を思い出すんだ。
ていうとこが大事なんだ。幼少期リマーベガに何があったのかっていう回想が入ってくるのかもしれない。ここしんみりすればいいの？ちょあの繰り返されてない？歴史がまた私がウクレレとか弾いた方がいいのか。これちょっと間が持たないんだけど、さすがにリノアベガとの回想シーンがなんかでも挟んでくれていいですよ。全然鼻かんでいいですか？この間鼻かみタイムっぽいな今。音一つないんだけど、音一つないんですけど、ほらもうやりようがないんだけど、ボタンめちゃくちゃ連打してるけど大丈夫これ？急にリノアベアのバッドエンド迎えたりしない？あなたが今操作しなかったから。スコールの、あごめん、スコールの思いが通じてんのかこれ本当に。だからもう鼻詰まってんだよ。こんな待ってたら鼻詰まり治っちゃうよ、薬の効果で。お、何か目の前に訪れた。人じゃない何か。え、チェーン、あこれ指輪。え、なんで2個もパクってんのこれ。スコールあげたの1個。あ、触りたいのにね。触れないんだよね、どでかすぎて手袋の指が。画面上にね、目前にやっぱガラスが貼ってあるから、これなんていうさ、頑張れるかな。いや、しぶとくやってけんだな。こういう時にやっぱ思いの力がつながっていくのよ。これがキングダムハートにつながっていくの。スコール。いやこんな絶対絶命の時にさ、誰かが、え、なんか基板が浮いた、なんかビデオテープ、何してんの？え、何？風が送られてる。え、水？何度ボタン押したの今？え？ちょっと待ってください。余白すごすぎんだけど、このムービー。どんだけ行間読まなくちゃいけないんだよ。リノアベガのところへ行く。また行ってなかったのかよお前。あんな長尺の宇宙冬の間に行けただろお前。私の力なんて必要なかったね。ちょっと音負けしてるわ。ありがとうお姉ちゃん。また一つ大きくなった。スコール一皮むけました。スコール、ま、マジ出ていく、バカな、どうやって戻るつもりだ。結局バック風車の燃料もつき、生命維持装置も切れて、二人とも死ぬのがオチだぞ。どこでどう死ぬかだ。人間の人生っつうのは、わかるか、どうやって生きたかの次に重要なんだ。誰とどこで死ぬか。スコールはもうそれを理解している。そうだろう。今の空白で読み取ったのがこれだ。私が頑張って行間読みました。そういう、なんだろう、人生の教訓みたいなのが、この宇宙浮遊、長尺の宇宙浮遊の中で私が見出すべきだった答え。違いました。あ、1分間でした。あれだ、左にあるぞ。あ、私が操作します。これあれあれ、近づけないんだけど、これ近づいてってる、これ正面に回って捕まえなくては。正面左、これ今 X 軸を移動してる感じか。大丈夫、じゃ BGM 上げとこう。なんか持たない気がする、私であっあろうと。あら、向こうから来てね。なんだったら、え、合ってるこれ、すいません、これ本当ですか？あ、向こうから来てるから、それに合うようにキャッチしろっていう話ね。あ、間に合わないかもしれない。あ、でもギリギリいけるか。左にちょっとずつ調整していってはいる。気まずこの時間、ちょ、マジで辛い、マジで試されてる私。 FF8 が試練を貸してきてる。宇宙にまつわるエピソードなんてねえだろ普通。常人じゃ考えらんねえよ。月の所有権とかの話すればいいのここ。違うよ、今恋愛について深く考えないといけない。リノアベガとスコールの恋愛が成就することを私は祈って X 軸を調整する。 Y 軸の調整いらないんだ。これ正面大丈夫？フライキャッチできるスコール、これ結構難しいかもこれ。大丈夫、ちゃんとミット上げて。太陽の力でケツだけ迫ってきた。最後ただ卑猥なシーン。あ、バックハグこれ。アスナロ滝七枚。結局無牛、あ、それこうやってねんのかな二人。うわ、ありそう。うわ、スコールしそう。リノアベガの足挟んで寝そう。冬とか
生々しいこのシーン。ありがとうスコール、スコールの声聞こえた。何も言うな、私たち助かる、俺が助ける。でもさ、いや別にいいんだけど、燃料はもうない。あれに飲まれてこの地球に下ってくっていうのはどう？私明暗じゃない？これ酸素も残り少ない。この宇宙の漂流者となるか、重力に引っ張られ燃えかすとなるか、俺はリノアベガを救えないのか。その宇宙服でごっつんことかやめてくれよ。これ頭のさ、そういうのはいいね。なんか最後に思い残すことがないように何かしらを囁いておけば、耳元でリノアベガ捕まってろよ。ふわー、これどうやってさ移動方向決めてんの？こうやって平泳ぎとかしなくていいの？これ何なんだこれ、キャプチャーボードみたいなのが降ってきた。実況者みんな使ってる赤のこの線が入って、何これ、これ変形するやつじゃん。でも玩具でしょ、食玩でしょこれ。なんか食玩みたいなのに乗ってるんですけど、二人が。これ何ですかこれ。船が来た、渡りに船状態でやない噛んでるよ。朝9時だし、こんな出来事の前に、すげえ表面に捕まってる、吸着してる、スコールの指先が。一つも何も説明されないけど、なんか助かりそう感動薄れそう。これあー、なんかバルブみたいなのに捕まってた。スイー、開くんだ。大丈夫なのこれ、酸素抜けちゃわないの？どこに繋がってんだそもそも。あら、勝手にやってくれてるわ。スコールが自分の意思でリノアベガ救おうとしてるわ。えらい、もう一生それでいいよ。シューン、なんでだどうやって方向を決めてるんだそれ。急に足元に体重が寄ってったんだけど、いや無重力なのにな、吸い寄せられてるの。歩いてるドラえもん状態になってる。ちょっとだけ空気はあるの。これはな、何これ、これ大統領が乗ってるやつとかじゃない？OK か。歩き方いいね。本当に手しも足も、僕もしも僕が人間だったのなら。うわー、お姉ちゃんと一緒に考えたフレーズ完全に噛んだな。ここぞって時にビビっちゃうんだよね、やっぱ。この現状におののいてる感覚がある。非常用電源だな、完全に。明るさが。すごいな、これ。自作 PC の中くらい暗い。ありがとうスコール、また助けてもらったね。いっぱいいっぱい感動している。感謝かもしれない。いいんだ別に、そうしたかっただけだ。お腹すいた、腕まくりました。髪の毛もパサッとやって、前髪も整え。おお、お前なんだ、デート前に女の子がさ、この店のさ窓ガラスで前髪整えてるみたいな、なんかそういうシーンに目撃したみたいな、そういったこっぱずかしさがありました。なんだ、さっきは宇宙服邪魔だったからね。はあガチギレ、ハグ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 、ギューって乗っちまうのか、その安い誘いに。触れていたいよ、生きてるって実感したいよ。生きてるか、心臓の音聞かしてやれ。リノアベガの頭を掴んで自分の胸にこう引き寄せるんだ。ハグよりもいいぞ、そういうシーンは。今生きてるだけじゃ足りない、確かに今生きてる。でもこの状況はわかるだろう、生命の危機だから恋愛に発展しやすいですね。もっと行きたいだろ、みんなのところへ帰りたいだろ。うむ、過去形にはされたくない。そうだ、過去分子形にはなりたくない。そういうことだ、ゆくゆくは我々もあれ、スピーク、スポケ、スポケンで言うところのスポケンになってしまうかもしれない。そういう不安を抱えてる我々は。そして鼻を噛む。あー待って、イベント来た。待って、鼻詰まってて読めないんだって。なんだ、まだ人がいるぞ。すげえ、なんかあきゃ、これは月のやつがちょっと入っちゃったね。わからない、わからない。これの目をかいくぐっていくってこと？メタルギアソリッド、とりあえず見つからないようにしても、やっぱメタルギアになった。よし、じゃあ今からメタルギアソリッドしか、ダメだ、下を行くしか。こっちか、あ、これが階段か。まあこういうのはねもう目の前に踊り出ているような気配がありますよ。
回ぬるいじゃないか。風呂が炊いたって1時間前に炊いたばっかりだからって言ったら使ったのに、なんでこんなぬるいんだ。サザエ、俺が大黒柱だぞ。俺が世帯主だっていうのに何なんだその態度。信じられないぜ。なぜスコールに GF がついていないのかについて深く考えましょう。主人公なのに私外してんのかこれ。あ、負けるなこれ。あ、嘘だろ。え、ど、え、あれ、もしかしてまた宇宙のハミハミ。こんな技に負けるのか私たちは。バリー、なんですか。これスコールから見たベガさんの話ですよね。グエーマジで負けた。セーブポイントどこだったさ。意味わかんねえよ。くそー、また宇宙に放り出されるのか私は。やめたくない。もうやばい。もう間が持たない。いやたった一度の出来事でこんな全てを失わないといけないなんて。うわー